主治医と相談できません。じゃあどうする？精神科医カバサーシオンのカバチャンネル、今日は那須高原のキャンプ場からお届けしています。ひまわりさん、22歳の息子が精神科のグループホームに入っています。薬が合わないのでセカンドオピニオンを希望したら職員から冷たくされているようです。これからグループホームと話し合いです。アドバイスをお願いします。まずセカンドオピニオンの前に主治医の意見を聞くべきですよね。ちゃんとね、逆に言うとなんでいきなりセカンドオピニオンなのかっていうのを私も思いましたけどね。だからとにかく私もこのカバチャンネルで何回も言ってますけども、まず悩みや困ってることがあったら主治医によく相談した方がいいと思います。薬が合わないって言ってもどう合わないのかっていうのがいろいろあるので、副作用が出てるのか、あるいは何ヶ月も飲んでるのに効果がないのか、効果はあるんだけど副作用が出てる場合もありますね。ものすごく効いてるんだけど副作用が強く出てるのでどうしようっていうものもあるんですね。せっかく良くなってきてるんだけど副作用が強いからじゃあやめるのみたいなのもある。だから薬が合わないから良くないっていう風にも一概には言えなくて、いろんなパターンがあります。あと薬の副作用が出やすい方っていうのもいらして、ものすごく副作用が出る確率が低いやつを飲んでも調子が悪くなるような方もいらっしゃるので、大変ですね薬を調整していくっていうのはね。だからまず主治医とよく相談しないのにセカンドオピニオン言ってもそっちの病院に行ってもそっちの先生だって判断のしようがないですよね。例えば薬っていうのは1回2回飲んだだけで合う合わないっていうのは分かるものではないから、薬が合う合わないを判断するということがまず一つ難しいっていうことがあります。それは誰が難しいかというと、本人が合わないっていう風に言ってても合ってる場合もあるわけで、副作用が出てるでもものすごく例えばメンタル症状に効果が出てれば、それはじゃあ合ってるの合ってないのっていうことになる。患者さんの立場で言うと、なんとなく副作用がちょっと出たら合わないからやめたいっていう風になるんだけども、別の系統の種類に変えたところで同じような副作用が出る確率が高いわけだから、ある程度我慢して飲んでいかなきゃならないといったような事情もあるわけだよね。だからそれっていうのは主治医の先生によく聞いてみないとわからないし、自分が今薬に対して副作用が出てても副作用出てるって言わない患者さんとかもいるし、それが本当に辛いんであればまず主治医に相談すべきですよね。そういったものをきちんとした上で納得がいかないというか、十分な説明がされない場合においてはセカンドオピニオンということも考えられるんですけども、私の体験から言うとね、昔結構セカンドオピニオンをやっていた時期もあるんだけども、セカンドオピニオンした時にどういう風になるかっていうと、 90% 以上のドクターはものすごく正しい治療をしてるなっていうのが私の実感ですね。セカンドオピニオンをたくさんやった経験として、この治療法絶対間違ってるだろうお前っていうのはまず滅多にないですね。なぜかというと、日本の精神医療っていうのは診断基準っていうのもみんな同じ診断基準を使って、系統的な診断の基準を使い、そこにその診断に対してはどういう薬を使用するっていうのが薬の使用に関してもですね決まってるわけですね。だからこういう症状だったらまず最初にはこの薬を使いなさい、それが効かなければこの薬を使いなさいっていうのは大体決まっている。そうなってきた場合において、明らかに全然違うような診断で明らかに全然違う薬が投与されるっていうことは、よっぽどのやぶ医者ならあると思うんだけど、そういう人っていうのは少なくとも私が今までセカンドオピニオンをしてきた経験でいうとごく稀にはいるかもしれないけど、そんなに多くはないんじゃないのかなっていう。非常にセカンドオピニオンを受けた時に非常にオーソドックスな平均というかど真ん中ドストレートの普通の治療を、この症状だからこの薬その通りだよねっていうのがほとんどです。わざわざなんでそれをセカンドオピニオンで相談しに来たのっていうぐらいのもので、別にごく一般的な日本の精神医療の平均的な治療をしてる人がかなり多いっていうのを思いますね。だからきちんと主治医の先生からの説明を受けると、それをちゃんと理解して納得できるんじゃないかなというふうに思います。今私もそういうこういうふうに YouTube でね番組をやっていて、この YouTube の質問もたくさん送られてくるんだけど、何年前からこういう病気で診断されて、こういう治療でこういう薬を使って、それでも治らなくてさらに別な治療を開始して今こういうことをしてるんですけども、どう思いますかっていうセカンドオピニオン的な質問も結構送られてくるんですね。それに対しては主治医とよく相談してくださいっていうのが回答になるので、取り上げられることはないです、カバチャンネルにおいてはね。だってそれ読んだってわからないもん。私はそれ読んだって大体のその治療で OK ですねっていうのが答えになってくるので、今の治療を続けてくださいっていうのが答えになりますね。明らかにお前これ治療間違ってるだろうっていうものがあったら取り上げてね、この番組にもしたいと思いますけども、そんなの一向に見たことはないんですけども、もっと主治医の先生とよく相談したらいいと思います。とはいえそれを言うとほとんどの人は言うんですね、主治医の先生はすごく忙しそうです、話しづらいです、質問すると怒られそうですってことを言うんだけど、最近
近私はなぜ主治医に相談できないかという心理についてすごく研究してるんだけど、これは症状であるっていう結論に達しています。つまり患者さんが主治医に相談できないというのは、その患者さんと主治医の人間関係が悪いとかそういうものを超越して、ほとんどの患者医師関係において極めて高い確率で、少なくとも診療の初期においてはほぼ 100% ぐらいの確率で出現しているのではないかっていう結論に至りまして、逆に言うとある程度3ヶ月6ヶ月1年ぐらい通院していくと、いろいろなことを気軽に相談できるようになっていくわけなんですね。最初はだから主治医に相談できませんって言ってる人も、1年かかるといろんなことが相談できるように変わっていくわけですよ。それは治療関係でもあり、病状の改善でもあるわけね。だから主治医に対して心が閉じてるっていうことがある意味症状なわけですね。病気の症状というふうに考えるとものすごく腑に落ちるわけだって、改善してくると人間関係関係なくオープンになってくるわけだから。逆に言うと、その主治医に相談できませんという心理が病気をものすごく治らない重大な、多分最も大きい原因の一つになります。だって困ってることがあって主治医に相談しません、副作用が出ても黙っています、何かすごい悩みがあるのに主治医に言いません、それで病気治るかって言うと治るはずないもん。それは現状をきちんと把握して、それに対して対応していかないと治るものも治らないですから、主治医に相談できませんという人は病気は治らないですよね。それはね、私もいろんな実験をしてるんですけども、必ず患者さんにそういうふうに主治医に相談できませんという人がいると困るので、診察の一番最後には、何か質問はありませんか、何か言い忘れたことはありませんか、何か困ってることはありませんかっていうことを一番最後に必ず言うようにしてるんだけど、それを言って、いや実はですね、こういうことで困ってるんですよっていうことを言われることは20回に1回ぐらいしかないんですね。 95% は何もありませんって必ず言います。いやもっと相談していいんだよと、次の患者さんもいないので今日は少しじっくり聞きますよというふうに言っても、ありませんって皆さんおっしゃいます。それはなぜかっていうと、主治医に相談できない心理の状態だと、別にさっき言った主治医が忙しそうだっていうのは取ってつけたような理由であって、本質的には心が閉じてるわけですね。でも心が閉じてる状態だと病気は治るはずがないので、まず主治医に相談するというところをよく目指してほしいなというふうに思います。逆に言うと、そこさえきちんとやっていくと病気っていうのは治っていくし、相談できないとするならば治りようがないということで、さっきのセカンドオピニオンなんだけども、まずちゃんと主治医が相談してないような状態においてセカンドオピニオン受けたいですとか言うと、それは逆に言うとそういう冷たい目で見られるのは当たり前なんじゃないかなっていうのが私の医療側からの意見ですね。だからこの問題に限らないけど、いろんな困ってることがあったら主治医に言うべきなので、よく取り合ってくれませんっていうのもあるんだけども、取り合ってくれてないわけじゃないんですね。例えば最近夜全然眠れないですと、昨日も3時間しか眠れませんでしたって言った場合において、じゃあちょっと次回まで様子を見ましょうっていうふうに先生は言う可能性が高いんだけども、そうすると患者さんは突き放されたかのように、あるいは自分の意見を無視したかのように思うんだよね。これがほとんどの人は、じゃあどういう対応がいいのかっていうと、分かりました、じゃあ睡眠薬じゃあ追加しておきますねっていう方が患者さんに実は好かれるんですよ。自分が言ったものに対してお医者さんが親身に対応してくれるから、これは一番のやぶ医者です、私から見ると。それやってるとどん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 薬が増えていくんですね。最近イライラするんです、あ、じゃあ薬追加しておきますね、最近便秘するんです、じゃあ下剤ついておきますねって言って、いつの間にか10種類とか下手すると20種類とか出してる医者もいるわけだけど、それはどう見てもやぶ医者なわけで、様子を見るっていうのとか、分かりましたと言ってカルテに書いてあるわけだから、あんまりその直近の症状とか病状だけに対して対応していくと、どん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 おかしな方向に行くわけですよ。3時間しか眠れないけど何もしなくても1週間後に普通に眠れるようになってる場合の方がほとんどなんですね。どういうわけかね。だからそこで薬とかを追加したり、いろんなことをあんまり無理にしちゃうと余計おかしくなる場合の方が多いので、主治医に言っても何も対応してくれませんいうのも患者さんの思い込みでね、医者はカルテに書いて気に留めて、また2週間後にじゃあ最近眠れますかねっていうのを聞くので、その時点でも3時間しか眠れなかったら薬出すとも思うんだけども、そういうことも含めてよく相談したらいいと思う。だから3時間眠れませんって言って、2週間様子見ましょうねって言って、睡眠薬出さないんですか、睡眠薬欲しいですって本当に欲しければ言えばいいわけで、思ってることをもっとざっくばらんに相談した方が早く治るというか、精神医療っていうのは山登りと同じですね。治るっていう状態が頂上にあった場合において、医者っていうのはガイドなので、こっちの道を行くと楽ですよ、こっち行くと近いですよ、こっちは距離は近いけど崖見たくなってるから結構危ないですよとか、そういうアドバイスができるんだけど、患者さんをおんぶして頂上まで登っていくのは医者の役目じゃないし、そんな人は誰もいないです。
ですね。自分自身登らないといけないので、そういった場合自分の情報を何も言わなかったとしたら、ガイドさんは最適なところを連れてってくれるでしょうか。例えば自分は登山歴10年の登山のベテランなのか、今まで1回も登山をしたことがないのか、登山のベテランだったら崖みたいになってるけど近道があるからそっち行きましょうっていうし、そういう登山が素人だったら遠回りにはなるけど安全な道を行きましょうっていう風になるんだけども、情報がないとどんな素晴らしいベテランのガイドでも最短の近道をお伝えすることができないですね。そうすると一般道って言ったらあれだけど、平均的なところに行くしかないので、その平均的なところは皆様個人にとっては遠回りの場合が多いですね。平均なんだから、一部の人にとっては近道かもしれないけども、だから皆さんが主治医に持ってることや今の病状や辛いところや悩んでることを話さなければ話さないほど、病気は皆様ものすごい遠回りをしています。結果としてこういうふうにセカンドオピニオンとか他の病院に行くとほぼゼロリセットされるので、今まで半年とか1年とか治療してたのがほぼほぼ無駄になるというふうに言っても過言ではないです。ということで、セカンドオピニオンの前に主治医とよく相談してほしいなということが、いつも YouTube でも言ってる内容なんですけどね。